はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージーです。では今回はハーツオブアイアン4、新しくプレイの方を始めていきたいと思います。でこれまでですね、第二次世界大戦期の太陽国プレイ、あと中国プレイしてきたと思うんですが、中国の方がねちょっと残念な結果になってしまったというところもあって、新規一点今回は現代モッドを入れてプレイの方していきたいと思います。で現代モッドって何っていうね、もう説明不要の方も多くいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、ハーツオブアイアン4自体は本来第二次世界大戦期のものなんですが、これをね、現代戦争版に作り変えたというもので、今回はシナリオとしては2016年こちらをプレイしていきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。これ間違えましたね、クリントンさんが今いますからね。いやでもこれ見るとプーチンが2000年の時からもう今2018年ですけど、この前大統領選再選しましたけど、すごいですよねプーチン。いやープーチン半端ないよな。もうきっとねロシアだったら森友学園問題みたいなものが起きたとしても、プーチンがねガシガシっとねじ伏せるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれはさておきですね。今回は、まあ、これら主要国の首脳が今映ってますが、もちろん我らが安倍晋三さんでプレーの方していきましょう。内容としては、中国海軍の艦隊が攻撃的に尖閣諸島のそばを通過し、北朝鮮のミサイルが製造圏に到達したことで日本は戦争勃発の可能性に毎日直面している。多分ねこういう認識を持っている国民の方ってあまりいないんじゃないかなと思うんですが、海外で積極的な軍事活動を行うため最近になって日本国憲法第9条は修正された。なるほど、もうこれは架空の話なんで修正されたっていう状態になってますね。この軍国主義的な姿勢は国民から不人気なものの、国家の安全保障を持続させるために必要なのかもしれないということで、では安倍晋三さんでプレーの方を始めていきます。まあ、あくまでもゲーム上の話ということでね、聞き流していただければと思うんですが、僕個人的には結構安倍さん好きなんですよね。であと日本の、まあ、いわゆる総理大臣はコロ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 変わりすぎなんじゃないかなと思って、もうちょっとね中長期的な政権のビジョンというか国家ビジョンみたいなものを持って、まあ、つまずいてしまったらすぐ交代っていうの、まあ、内容によるとは思うんですけどね、安倍さんみたく中長期的にやってもらった方が自分自身で修正したりとかもできると思うんで、まあ、ある程度やりやすいんじゃないかななんて勝手に思ってるんですが、まあ、この辺りは聞き流してください。そしたらこれは政党支持システム、こんなのなかったですよね。なんでこれモッドで新しく入っている内容なんですかね。国民の各政党への支持傾向を国家精神として確認できるようにします。革新的な新思考を国民に納得させることは難しいでしょう。自発的な、あるいはあなたが誘導した国内の政情変化により国民が政治的立場を真剣かつ根本的に考え直さない限りはと。なるほど、さあでは早速なんですが、どこから見ていきますか。これ現代モッドなんで、まず世界地図から見ていきましょうか。まあ、日本はねもちろんこういう状態ですね。沖縄から始まり北方領土がありというところですね。あとは韓国に北朝鮮、この辺りが入っています。で今や大国になっている中国、インドでイギリス、フランス、ドイツというところは変わらずですね。でオーストラリアがいて、カナダ、アメリカというところです。それにブラジルはじめとする南アメリカですね。
じゃあ地図の後は国家方針をちょっと確認していきますか。日本の国家方針を。この辺りは自民公明とかっていうのがしっかり反映されてますね。民進、うん、みんなの党とかっていうのはさすがにあれかな、入ってないですかね。それじゃあ国家方針を確認していきましょう。で、すでに入っているのが本州開発とかもう終わってますね。九州の開発まで終わっていて、九州の開発の後に石油の産出に走るか四国の開発に走るかか。これちなみに石油の開発産出にするとどうなるかというと、尖閣諸島でインフラを産得て、うん、尖閣の油田を獲得できるんだ。これすぐやろう。まあとはいえ一応他のも見ておきますね。国家財政が入っていて平和への道、まあ、ここはもうこの道で入ってきてるんだな。で、憲法9条の改正も入っていますということで、次選択肢としては政治思想の討論と。これ政治力がプラス120になるんですね。これだったらやっぱり今石油の産出行ってレアメタル行って追加の研究枠獲得する方がいい気はしますけどね。じゃあ続いて武士道。武士道は3つに分かれてますね。陸上計画、うん、これは陸軍の経験値ですね。海上計画、これ海軍。航空計画はそのまま空軍ですかね。そのまま下に入っていくと、陸軍の方では、まあ、もちろん陸の方の陸軍系が入っていきますね。で、海軍の方はもちろん海軍。護衛空母、護衛空母ね。一応出雲とかヘリ空母は護衛艦、艦種的には護衛艦っていう艦種で登録されているということのようなので、まあ、そのあたりなんでしょうか。で、あとは防衛戦略に入っていって、ベトナム台湾との友好、これでも台湾と友好すると中国と圧力が生じそうですけどね。で、韓国、アメリカとの同盟、なるほど。朝鮮統一、いいね。このあたりは再び朝鮮半島に日本の旗が立つんでしょうが。で、 NATO との接近とか NATO との軍事演習とかありますね。かなり面白そうな内容が多数入っているので、何を最初に選択していくかっていうのは本当に楽しみですね。兵の国家へ、天皇への忠誠、韓国での革命とかありますね。さらに東京と北京、これは中国と結ぶ感じかな。ここがなんかいいですね。ここが兵の国家へ、これ下に行くとまず朝鮮半島の植民地化、あるいは朝鮮半島の従属支配ありますね。東南アジアの植民地化、うん、これいいでね。ちょっとこれ進めていきたいな。兵の国会、これ兵の国会を進めるにはどうするかというと、攻撃戦略が必要ということで、攻撃戦略を研究するには日本の未来が必要ということで、日本の未来をまず選択していくって感じになるんですね。多分ツリーの一番上に入ってるこれかな。で、さらにこの上にあると陸上教養競技学校と海上競技学校、政治思想の討論が必要ですと、うん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 、海上競技、陸上競技はここの2つですね。結構じゃあ先は長いんだな。これ見ると陸上計画、海上計画ともに進めていって、それぞれ陸上競技学校、海上競技学校を獲得してから初めて日本の未来に入れるわけだ。さらに政治的思想の討論も必要ということですね。じゃあここはまずは石油の産出したい。歴史上日本は石油の確保について痛い目に遭わされてきた。そうですよね。これに関して言うとちょっと別の実況になりますけど、
スプリムルーラー2020、これでもかなり苦労してますからね。民間工場と防衛装備生産機器の両方を確実に動かし続けるためには、我々は何としても油田を確保しなくてはならない。そしてそれは尖閣諸島の下に眠っているだろうということか。これやろう。じゃあ続いて実証を見る前に研究枠を見ていこう。何個研究枠持ってるんだ。 1,2,3,4 ちょっと待ってくださいね。研究枠は 1,2,3,4,5 持ってますね。じゃあ早速研究枠を見ていきますか。まあ、防衛するにしても海軍戦力が必要になるので、海軍戦力をどれくらい作っていくかとかっていうのを見るために先に、建設工場の数とか生産のラインを見ておきますか。生産のラインを見ましょう。軍需工場が17、海軍の造船所が11ありますね。まあ、当然ですが歩兵の装備、これは絶対いるよね。まあ、いるものを最初に詰め込んでいっちゃいましょう。あとは戦車も欲しいよね。陸軍の装備系だとこれくらいか。もうこの辺りをバランスよく作っていくのがいいのかな。あとは、まあ、対空砲を入れるかどうかっていうのがちょっと悩ましいところですが、まあ、対空砲も作っておくか。これをじゃあバランスよく作っていきます。まあ、当然装備は必要になってくるものを最初に作っておくというところですかね。でこれで今12か。そうするとこの後さらにどうしても欲しくなってくるものがあるんじゃないかなと思うので、もう一度確認しますか。そうか、戦闘機も作んなきゃいけないもんね。そうなると残りは戦闘機の方に回していこう。まあ、輸送機も欲しいし、あとはそうだな、多目的機みたいなもの必要になってくるんじゃないかな。三菱の F15、 ちょっと性能を見てから決めますか。攻撃機はそのまま攻撃機だよね。哨戒機、無人戦闘機とかっていうよりかは戦略爆撃機欲しいよね。おっと、これで使い切っちゃった。そしたら輸送機は1個減らそう。工場、その上で戦闘機作っとく。戦略爆撃機と F15、 ちょっと数が微妙な感じはするけど、まあ一旦はこれにしますか。で造船所の方ですね、輸送船団、これをバリバリ作っていかなきゃいけないんで、今後大陸に進出するためにも。あとはコルベットにフリゲート艦、駆逐艦か。この辺りしか今持っていないんだな。そうなるとフリゲート艦を作っておくか駆逐艦を作っておくかっていうところだけど、まあ駆逐艦の方がいいよね、戦力的には。でさらに潜水艦を作っておこう。まあ、一旦はこんなところでいいですかね。でそうなると防衛機だな、外交。何が足りないかというと、まず石油が足りないんだな。石油をじゃあ輸入していこう。石油はサウジから輸入する。まあ実際日本はサウジに頼ってますからね、石油は。サウジで、アルミは？アルミ。アルミは、まあ中国だったらアメリカから輸入する。で、ゴムですね、続いて。ゴムはタイだな、タイ。友好国。で、続いてタングステンですね。タングステンは、これも友好国、ベトナムにしましょう。で、最後は、
黒。クロムはどこから輸入する？クロムはオーストラリアだな。これでおそらく一通り全部資源的には確保した状態になっていると思うので、よしとしましょう。でだ、ここで初めて研究枠の方に戻ります。まずは装備をマイグレーションしましょう。5個枠があるので、この5個の枠をうまく使っていきましょうね。レッドドットサイトを入れるか、それとも支援火器を入れるか、はたまたアンシスコープ入れていくか、防御火器を入れるかか。その他だとこの辺りは防弾ベストですね。防御が上がる、突破が上がる。迷彩服、迷彩服も研究対象に入るんですね。で、支援中隊は今一通り全部入ってはいるんだな。これをレベルを上げていくかどうかっていう話になりますね。で、戦車は、装甲車に走るのか戦車に走るのかですよね、まずは。そうするとちょっと性能を見ていく。74式の戦車回はご覧の性能になってますね。で、一方88の戦闘車の方はこんな感じか。防御が30、防御が9。まあどう考えても装甲車の方がいいよな。最高速度こそ微妙ですけどね。突破力、対人攻撃力、このあたりは圧倒的に戦車になるよね。そうなると戦車にする？じゃあ90式の戦車、これを研究に入れていきましょう。で、あとは海軍ですね。これコルベットみたいな小さい艦を作るよりかはミサイル巡洋艦、あとは空母か。空母欲しいけどな。ちょっと219日もかけるっていう話ですよね。強襲揚陸艇どうする？駆逐艦じゃでもちょっと話にならないからな。そうなるとやっぱ日本伝統の空母欲しいですけどね。ただミサイル巡洋艦もあればあれで欲しいしな。どうする？ミサイル巡洋艦にするか空母にするか。いや、ここは巡洋艦にしましょう。まずはで、あとは空軍ですね。これマルチロール機作っといた方がいいと思うんですよね、基本的には。なので F2 を作っていきましょう。 F2 をまであるんだな。ここはマルチロール機作って汎用性を持たせておきましょう。で、最後の一枠ですね。ここは電子工学系に行くか産業系に走るか。内容確認しておくと、ある程度先には進んでるな。生産効率を上げるか。アルミの精錬工場、製鉄所欲しいな。これも現代型産業ロボット、これ工場の生産量がプラス20か。いやー、どれもこれも欲しくなっちゃうな。合成製油所、ゴム工場、いや、これも欲しい。どうする？ちなみに工学系の方は、まあ原子炉とかの方は一旦置いておいて、
こっちを見ていくと現代型探知システム暗号化、まあ、そのあたりが入ってくるな。こっち行くんだったらやっぱり産業に走った方がいいね。産業に避ける枠が残り一枠となるとどれに割くかですね。いや、これはこの先のことを考えてある程度貿易は貿易でしっかりやっておけばいいのかなっていうことを考慮した上で生産量を上げていこう。まあちょっとね、製油所とかも欲しいですけど。さあ、これで研究枠は全部入れました。じゃあ続いて建設の枠を使っていきます。まずインフラの整備をしておきますか。まあある程度日本はインフラを整っていると前提ではいいと思うんですが、あとは海軍の造船所ですね。あとは海洋国家である以上は海岸の防衛をしっかりやっていきたいんで、沿岸の要塞ですね。特に中国軍に対しての備えという意味で沖縄の防衛とこの辺りは最初に入れておきましょう。でとりあえずコマンドだけ投入しておいて気に入らなければ途中途中で変えていきます。さあこんなところでいいかな。レーダーも欲しいからレーダーも作っとく。まあとりあえず入れておいて、順番等々はこの後入れ替えていきましょう。航空基地も欲しいし対空砲も欲しいしいろいろ欲しいけど、いろいろやるにはちょっと足りなすぎますね、いろいろ。さあでは生産はさっき入れました。徴兵だね。次は師団の構成だ。基本の師団をどれに設定するかですよね。そうなるとこれ同じだよね。同じ上2つは同じで、下はここは自動車化の歩兵が入ってるんだな。さらにここは戦車が入っていると。これ同じですね。師団の数がちょっと違うな、編成の内容がね。こっちは同じかな。あ、ここもちょっと違うね。対空歩兵か。野戦砲とか作ってないからな。そうなるとまずはここを変えていこう。この機械化歩兵と対空砲がないからな。支援歩兵と言われても支援歩兵生産ライン作ってないからね。ちょっと減らす。じゃあここでその分これを入れてさらに対空砲も作る。これで満足かな。対空砲はもう作ってるね。じゃあ対空砲はいらないので消しちゃいましょう。これで一応全部の製品というか必要なものは組み込んでると思うので、
で続いてこれが戦車隊になりますね。まあ、ちょっと分かりやすいようにかっこ悪いですけど戦車とだけつけておきます。でここは砲兵隊という感じにしておきますか。砲兵と、この後は細分化したりちょっとね見栄えがよろしくないとかっていうことになってくれば変えていきましょう。じゃあこれで徴兵を入れておきましょう。機械化歩兵に歩兵戦車彼らを入れておきます。でどこに展開していくかなんですが、これはね今後の都会を一番容易にするという意味ではプサンあたりに上陸するって考えるとどうだろうな。どこがいいでしょうね。プサンに一番近い山口県あたりにしますか。中国地方扱いになるんですねゲーム上では。じゃあこれでいいでしょう。基本的には無限に徴兵していきます。で安倍さんの脇を固める人たちを決めていきますか。そうすると今すぐ戦争を開始するというわけではないので、そうなると政治顧問産業指導者と関する建設速度のプラス15、これは大きいけど民事工場インフラじゃないんだよな。そうするとだ、工場生産量がプラス 10%。 海軍産業化どうしようかな。ここはインフラの整備士とか入れてもいいけど戦争の産業化、軍需工場、造船所、どちらかというと今はね海岸防衛要塞を作ったので原理主義者、要塞技術者、これがいいかな。沿岸要塞、彼をまずは入れちゃいましょう。でさらにというところで言うとディシジョンだね。選択肢としてはもうだいぶ減っちゃってますからね。結局のところ今政治ポイント使っちゃったんで一旦ここはじゃあ先送りしましょう。で時間をじゃあちょっとのんびり進めていきましょうかね。まずはアスマラ条約、エリトリアとエチオピア白紙講和に署名、これは置いといてワールドニュースだね。ワールドニュース、スイスは国連に加盟、このあたりはイフなのでその展開通りに進んでいくっていう感じかな。で今いる師団がどんだけいるかっていうのをちょっと見とく。分かりやすくするために戦車歩兵砲兵で一応分けておきますか。師団自体を混合にしておいた方がねトータルの戦闘力はそれぞれのいい点悪い点を補完し合えると思うんでいいと思うんですが、ミンスク協定の影響、ウクライナ、ロシアね、クリミア進駐とかありましたもんね。そんなに昔の話ではないですからね。これもじ
じゃあここは自動車化代替という名前にしておきますか。機械化砲兵の機械化がちょっと情けない感じになっちゃってますね。機械化の機械が。さあ、じゃあこんな感じでまずはまとめていきましょう。で、戦車代替ですね。続いてはちょっとね、皆さん退屈されちゃうと思うんですけど、最初はここはね、申し訳ないんですがお付き合いをいただきたいところです。で、戦車代替が入って、まあ裏でやっとけっていう話でもあるんですけどね。砲兵だな、砲兵大隊。じゃあこれでバリバリ割り振っていきましょうと思ったら消しちゃったんで、時間進めていきましょう。であとは外交周りだな、外交周り。とりあえずこの先のことを考えると、まずは朝鮮半島に上陸をかけていくってなると、どうだろうね、どのあたりの国と結んでおくのがいいのか。そうか、タイはクーデター起きましたもんね。どうしようかな、ここは。関係改善で仲良くさせてもらう。で、問題の朝鮮を攻める、その口実が欲しいですよね。そうなるとまずはどうなんだろうね、北朝鮮なのかな。335日かかるんだな。じゃあここは335日かけて平壌の攻略のためにちまちまやっていきましょう。で、司令官を配備していきます。ここはみんな1か、しょうもないな、みんな。まあそうなってくると誰でもいい説になるね。まあしっかり、鍛錬を積んでもらうとしか。で、元帥閣は誰かいるの？元帥閣は誰もいないね。誰かを昇進させなきゃいけないんだな。じゃあ誰を昇進させるかって話になるね。じゃあこのメガネ君を昇進させようと思ったら世襲が足りないので、ここはじゃあちょっと後回しにしていきますか。じゃあこんな感じでね、まずは北朝鮮平壌攻略の戦争目標を設定したので、この後しばらくねこの状態を維持していきましょうか。はい、というわけで今回からね現代モッドプレイしていきますので、ぜひぜひ、皆さんのねいろいろアドバイスとか、ご意見とか Twitter もしくは動画のコメント欄まで、いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね Twitter の方で
動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。